ウィラメットバレーエイバはアメリカ合衆国オレゴン州のウィラメット渓谷にあるアメリカ武道栽培地域であるウィラメット川流域を囲む北はコロンビア側から南はユージーンのすぐ南まで西はオレゴン海岸山脈から東はカスケード山脈までの範囲に及ぶ州内最大のエイバとして13,500平方キロメートルの面積を有し オレゴン州のワイナリーの大半が拠点を置く。ウィラメットバレーエイバの協会が制定されたのは1984年以来、エイバ北部に6つの小区域エイバが設立された。霊涼・高質の気候が特徴でピノノワールの名産地として世界的にその名が知られる。公式な区別ではないが、多くのワイン愛好家の間では、セーラムの井戸を境に、ウィラメット渓谷を北部地域と、 南部地域で分けることが多い。一年を通して穏やかである。冬は涼しく硬質で、夏は涼しく乾燥している。摂氏32度を超える日は、年間を見ても5日15日しかない。摂氏18度を下回ることは25年に一度という頻度である。雨が多く降るのは、周期後半から、冬季、春季前半までで、この期間中に、年の最低気温を記録する。 一年を通して、雪は少なく、年積雪量は1 3トルから2 5トルウィラメット渓谷の全域が、ブドウの栽培に適しているというわけではない。ワイナリーが集中しているのは、ウィラメット側の西岸一帯、海岸山脈の風下側、及びウィラメット側に多くある支流の流域である。ワイナリーは、ヤムヒル群に特に多く集中している。 ウィラメット側の渓谷ウィラメットバレーエイバには6つの海、エイバが存在する。これらは同じウィラメットバレーエイバの域内にありながら気候、土壌、高度などの環境因子がお互いに異なるため海、エイバによりより限定的な故障が行われることがある。2006年に制定されたエイバで北西はホレストグローブから南西は ウィルソンビルまでの全長3 2トルの範囲を含む。エイバの絵には、リボンリッチ、パレット山、ボルドピークなどの山々がある。このエイバ設立のための西岸は2001年に始まり、アデルスハイムビンヤードのデイビッド・アデルスハイムを筆頭に活動が行われた。ダンディ北部及び西部に広がる丘の上にあるエイバである。 面積は2 8 1平方メートルで、そのうち530ヘクタールで、ぶどう栽培が行われている。25を超えるワイナリーと独立ぶどう園が存在し、44-00ケースを超えるワインが生産されている。ピノノワールは、とりわけ重要な品種であり、国際的な名声を勝ち得ているワイナリーも、複数存在する。北は、 アミィから南はセーラムまでを範囲とするエイバである。ウィラメット川西岸で南北に 24km、東西に 10km の面積を有する。太平洋からウィラメット川までバンダザー回廊を伝わってくる風の影響で夏季でもあまり気温が高くならない。エオラとはこの地域の風が強い条件から名付けられたものでギリシャ神話に登場する風神アイオロスに由来する。 マクミンビル近郊で2005年に設立されたエイバである。マクミンビル南西の丘にあり、だいたい、マクミンビルからシェリダンまでの範囲を包含する。14のワイナリーと総面積2.1平方キロメートルのドウ園がある。高低差もあり、標高は200エーカーから1000エーカーにまで及ぶ。ニューバーグとガストンの間に広がるエイバで、海洋堆積物によって、 水高く積もった丘の上にある。北45度21分、成形123度04分にあり、チェフェーラムマウンテンズの北西端にある。リボンリジという地名は19世紀から使われている。丘の幅 0.40km、長さ 5.63km、面積14平方 km の総面積のうち、栽培が行われているのは2.0平方 km。 エイバ内で栽培に適している土地は4平方キロメートル6平方キロメートルと推定されている。ヤムヒルト・カールトンをまたぐエイバ。このエイバの名で販売できるワインは、海抜100メートルから300メートルまでの地域で育てられたワインに限定されている。エイバ内には5平方キロメートルを超えるブドウ園があり、エイバ全体がすぐ西にある。 オレゴン海岸山脈の雨影の内部に収まっている。エイバの設立は2005年である。ありがとうございます。